おはようございます。釣り子 TV です。ちょっとね、ルアーを買ってきたので、まあ、早速ね、開封していきたいと思います。何を買ってきたのかっていうと、はい、これはね、キーポンでね、シャットプラグ、綺麗なものをね、2つ買ってきてみました。ね、春先に向けて、ちょっとね、シャットとかを追加しておきたいなっていうことで、最新のものと往年の名作ね、これ2つ買ってきてみましたけど、まずはね、これね、まあ、あえてもってなんだってね、紹介するまでもない、もう本当ね、昔からね、ある伝説のシャットですけどね。はい、まずはね、これね、ベビーシャットね、SP っていうことで、このね、小さなこのギルカラーね、この感じの色すごい綺麗だなと思ってね、で、これ多分、投げてないよなっていうね、ほんとね、新品同様みたいなやつがあったからね、一つ買ってきてみました。霞ヶ浦とかね、バス釣りで使おうと思ってるんですけども、この前使ったら改めてね、ベビーシャットのこのラトルの音、これいいなと思ってね、まあこの前ね、先日ハワイに行った動画でね、これでまあよく釣れたんで、すごいね、印象は良かったんですけども、特にね、使っていてね、このね、グラスラトルのね、チャッチャ音がね、すごいね、聞きやすかったんですよね。あれ、こんな響いたっけなってぐらいね。でね、改めて、買ってきてみました。まずね、これね、ベビーシャット、それと今回ね、新品で買おうかなーなんて思ったらね、これ中古なんですけども、中古コーナーにすんごい綺麗なね、今度はね、これ、はい、メガバスのアイバイアイシャドウですね、タイプ3ね、タイプ3のモデルが、まあもう一個持ってんだけどね、これね、ほんと使い心地が良かったから、これもね、追加でね、増やしときたいなと思ってね。で、案外新品で探したらいい色味がなくて、ちょっと透明っぽい色がね、いっぱいあって、少しね、キラキラした感じの、色がいいなと思ってね、探していたら、なんとこれもね、中古で、これは、もうこれもう使ってないんじゃないかな。リップなんかもすごいね、綺麗な状態なんで。で、今度は、ほんとね、こっちはサイレントなんですよね。うん、この静かな感じで、でこの小粒なボディに小さなね、 LBO が入っているから、もうかっ飛ぶよっていうことなんですけども、サイズ感としてはまあこんな感じでね、似てるんだけども、このちょっと平坦なボディと、あとは従来のね、昔からあるこのいわゆるシャットみたいなね、この2つね、使ってみたいなーなんて思って買ってきてみました。まあどこで使うかはね、まあ亀山ダムから霞ヶ浦水系から、はたまたハワイからってね、いろんなところ想定してるんですけども、まあ同じようなサイズ感といってもね、並べてみるとこんな感じでね、リップもだいぶ違うし、まあもちろん入るレンジもね、違うと思います。で、まあね、このいろいろ似たようなね、ルアーがね、いっぱいあるから、この他にもね、ちょっと気になるシャットプラグがいくつかあって、まあレイドジャパンのとかも、買って、まだそこまでね、使い込んでないし、あとはそうですね、ディスタイルのシャットも、買ったっきりね、あんまりね、使いこなしてないよなね、はたまた OSB からもうほんといろんなところにね、いいシャットが、いっぱいあるっていうことで、まあこれから春の時期にかけてはですね、こういった感じのね、小さなシャットね、ちょうどね、これをね、投げるのにちょうどいいようなロッドもね、準備できてるんで、まあ中古でね、綺麗なものがあったらちょいちょい買い足してね、まあもちろんね、新品でもね、新しいのが出たらどんどん買っていこうと思うんですけども、今回はこんな感じの、まあデモの、ほんとね、綺麗な状態のシャットがね、2つあったんで、まあそれぞれ買ってきてみましたって、まあそれだけの動画なんですけども、改めて見るとね、まあ最新のこういったメガバスのアイバイアイであったり、これはね、もうほんと昔からずっとあるね、名作中の名作ですけど、ベビーシャットね、同じシャット系といっても、まあこういう感じでね、違うなって改めてね、面白いからね、2つ買ってきてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、キーポンに行ってね、中古のシャットプラグ2つ買ってきて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。